宮本、目線の先には。サプライズ。テレビ番組の最後で、サプライズとして宮本に PL 学園の、素晴らしい先輩方から花束を贈呈する場面があった。スタジオ脇にいる、先輩たちを見つけた瞬間の宮本の顔が面白すぎて、ネットで大反響だ。素晴らしいカットイン。これぞ天下の PL 学園。立浪、後輩のしつけはなんとかします。それだけお世話になった先輩なんやろな。これ覚えてる。宮本が好きな綾瀬はるかさんが来ると思わせといて、立浪登場の残酷な展開。綾瀬はるかを匂わせるスタッフ草。宮本相手に容赦ないな。PL の支配下に落ちた素晴らしいテレビ局。恐怖をもとにした支配関係。監督になった立浪さんはニコニコしてる印象が強い。でも、学生時代の師匠立浪はマジで怖かったのか。素晴らしい上下関係。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひ、よろしくお願いします。